思ってはいたんですよ。なんか、スピリチュアル的に見ればっていう話になるんですけど、なんでこの世の中って本当にそういう戦争もそうだけど戦いもそうですし、なんでそこに戦いがあるんだろうっていうのはすごく不思議で、なんか日本を良くしようって思っているはずなのに、なんか誰がどうだ誰がこうだってすごい批判し合ってるのが、 なんでってこれはもう率直に本当に思った意見なんですけどまあその中で日本が良くなるようにこうしていきたいこうしていきたいとかねそういう政治家の人の話はやっぱりいろいろと聞きたいなっては思ってはしまうんですけどでやっぱり正直この政治ってもちろん皆さん一人一人投票する中で決まっていくと思うんですけどその時々にやっぱり この日本国民の心情がやっぱ反映されてあのその政治家が出来上がってはいくんですよ。あの本当になんていうのかな今起きてるこの政治も正直この今この日本全体のこのいろんな流れからそうなって この思いとかいろんな人の思いとか行動とかなのでだからもちろん誰に投票するっていうのも大事なんだけれどもやっぱり理解しがたかったらすいません本当にこの国民みんなが本当によりよい方向にいろいろとやっていこうって一人一人が本当に思う。 ことで、なんかそういう政治家たちまでもそこに反映して現れていくんですよ。理解できます <laughs> 何言ったらいいんだろうなので、もちろん、なんていうのかな、そういう批判とかもせずに、本当に誰に投票するももちろん大事だし、自分の思いに沿った人に投票するのも大事だし、本当に日本、日本っていうか、みんなでやっぱり、 この国を良くしていくためにはどうしたらっていう、そういう心情が必ずその政治に現れてはきますので、その、ちょっと今いろんな乱れてるっていうのはやっぱり日本がいろいろと乱れているからそういう方向にはなってはいくんですよ。なので、もっともっとやっぱり全国民が この日本が良くなるためにどうしたらいいんだろうっていうなんかいろんな意識とか持っていくともっといいのかなっていう思いはします。はい。カードから伝えるはずが私の思いになってしまいました。<laughs> ということで一旦 CM 入ります。大丈夫ですか <laughs> アネラタイムをお届けしております。コメントの方が来ておりますのでご紹介していきます。テントを頑張ろう会さんから、ファッションチェックの殴り合いが聞きたくて、仕事を途中で切り上げて一旦帰宅しました。嬉しいです。これは正直、あの、ちょっと殴り合いっていうのはちょっとどかなんですけど、あの、楽しみにしているっていう思いはもうすごい嬉しい。なので、このファッションチェックは本当ずっと続いてほしいです。あ、ごめんなさい。ちょっと、 ふと思い出したんですけど、この間、山内さんと打ち合わせしていたときに、なんか、番組、こういう流れで、こういう流れで、で、最後に、リスさんのファッションチェック行こうか、みたいな、なったときに、あの時は、そうですね、最後らへんにリスさんに入れた方がいいですねって、あの時はそれで終わってたんですけど、それから数日後に思ったのが、そういえば、リス リッさんのファッションチェックのコーナーって、それコーナーじゃないよね、と思って。<laughs> それリ,リッさんがただたまたまその日、リスナーとして <laughs> メールしてるだけで、勝手に私たちコーナーとか言ってたなっていうのを、の数日後ちょっと思って。 ああ、リスさんすごいキー、アネラタイムのすごいキーパーソンになってんだなって感じました。はい。で、チェックする人とされる人、ノーガードの、ああ、確かにそうですよね。シーサーさんから新コラムのスタートなんですね。そうなんですよ。前からですね、実は例えばニュースとか、まあ今日はたまたま政治にしたんですけど、なんかいろんな、この時この時にいろんなも、ことが、例えばいじめ問題とか、 まあ、たまあ、環境問題とか、いろんな今話題のなんかニュースとかあるじゃないですか。なんかそういうのを、ィンがなんかカードを使って、そこの情勢を見ていくっていうのも面白いなっていうのは前からちょっと思ってて、ただそこまでまだコーナー化する自信も私もなかったので、ちょっと、 山内さんにちょっと待ってください。まだまだなんか私そこまで言えるような文在ではみたいな感じでちょっと通りすがってたんですけど、でもなんかやっぱりやってみたいなと思って、まだまだ始めたばかりでね、ちょっと言葉足らずもあるとは思うんですけど、ぜひ,ぜひ皆さん楽しみにしてください。あのニュースとかから結構取り上げようかなって思っておりますので。まさかつさん、えー、リンさん山内さんこんにちは。台風が来る前に期日前投票をする方も増えてます。リンさんは投票しましたかねえ、だからやっぱ期日、 前投票がいいですよね。一応、明日行こうかなって思っ台風来そうですもんね。はい。テントを頑張ろう会さん、スペシャル、ずーっとファッションチェック、いいですね。私、リスさんの後、ちょっと、すごいなって思うところが、あの文章力、あれ考えるの。 すごいなと思って、ちょっと残しておこうかなって思ったぐらいです。あの、いつかちょっと溜まった時ぐらいに、あ、こういう言葉があったな。リスのファッションチェックの言葉集で、一年ぐらいちょっと溜めておこうかなってもちょっと思ってるぐらいですよ。すいません。はい。えー、その気持ちがリスちゃんに届きますように。<laughs> 届いてますかね。今日も来てますかね。えー、シーサーさんからリスちゃんのファッションチェックは欠かせます。 なんかコメントがやっぱりファッションチェック寄りなんですね。まあ、この目玉コーナーナですもんね <laughs> ということで、えー、ではすごいね最初に出てきたカードがツヤクだったんですけど一応今日のテーマの大天「大天使オラクルカード」から番組お聴きの皆様にあのメッセージを届けたいと思うんですが。 一番最初に出てきた、また出てきた、サクセスでした、なんか成功するらしいですよ、今あなたが取り掛かろうと思って、何かあ、でもやっぱり学びなさいですね、あのー、学ぶことで、またその範囲が、学ぶことでやっぱり技術もね、成長もしますしいろいろと知識もあきますしいろいろ学ぶことで、よりまた成功につながっていくそうです。このカードは結構仕事 あ、また出てきたね。ごめんなさい。さっきね、ちょっと何度かハッピーニュースが出てたんですけど、やっぱり出てきて、今誰かのためにハッピーニュース、いい何か、例えば仕事のオファーですとか、もしくは、まあこのカードはと、あの、仕事だけじゃなくて、今全体的にも使えるので、何か、いいニュースが訪れそうですね。もう一枚ですね。あの、自分の心の声を聞きなさいっていうカードが、 l i s e n only to love. あなたのハートの愛の言葉を聞きなさいって、これは、あれです。人って、こう思う たのにもかかわらず、頭であれこれ考えたら、あとは忙しすぎて自分と向き合えない人とか、本当にみんな心からそのハートの声に従ってるかって言ったら、やっぱそうじゃない人も多いと思うんですよ。実際私のにリーディングしに来る人も、え、心の声なんてっていう、もう、それどころじゃないですよ。今の生活が忙しすぎてやりたいこともあるけど、その通り行きませんよとか、そういう人も結構多いんですけど、でもやっぱり、そういう自分の中のハートの声、本当はそこに従うのが必要。 必要でというか、その方が本当は結構、その人の進むべき、べき道でもある。その方がもしかしたら幸せになるかもしれないし、あの、本当はもっといい方向に行くかもしれないので、ぜひもっと心の声を感じてあげてください。あともっと自分の価値を大事にしてっても出てますね。このカードで安い人は、なんか本当に自分なんてとか、本当はそこに行けるんだけれども、 あれこれ自分をなんか分析してね、私なんてって思ったり、まあ、本当に自分の価値を大事にできてない人出てくるので、だからもっと本当に自分、あの、自分で自価値を認めて、やっぱりそれをどんどん、またハッピーニュースが出てきました。誰かに対して本当にいいニュースが来るかもしれないので、自己価値も高めながら、もしかしたらね、成功に向けていいオファーが来るかもしれないので、もしかまあ、いいオファーとかじゃなくても、自らね、学ぶことで、いろんないいまた、 いい展開にも行くかもしれないのでぜひ頑張ってくださいはいということであ先週ですねあのメール読めていないのがあったのでそれちょっと一見リーディングしたいと思います5歳のママさんから初めまして5歳のママと申しますオラクルカードに興味がありこのラジオにたどり着きましたあありがとうございますうちの息子は今幼稚園の年長さんです 私立小学校を目指している勉強熱心なママたちに囲まれ、うちの息子はまだ字も読めないので、肩身の狭い思いをしています。息子が発達障害なのか、周囲との関係を良くするためにスパルタママになった方がいいのか、日々悩んでいます。私は私立小学校へ行かせるつもりはないので、あと一年もないし我慢しようとは思いますが、心を沈めるためにもエンジェルにお聞きしたいです。お母さんわかってますよね。今読んでる中で、自分でどうしたいかはわかってますね。 ただやっぱり思ってるんだけど、周りがそういうスパルタだし、なんていうのかな、心がやっぱりちょっと安定、安心できてないかもしれないので、ちょっと心境的なフラワーセラピーっていうお花の写真が書かれてるカードなんですけど、えのそういう不安とか心境的な方によくいいので、それからメッセージを。やっぱあれだね。コミュニケートウィズヨアエンジェル。多分、不安になるっていうことは、 あ、ごめんなさい。このコミュニケーティブフィディアンエンジェルっていうカードが、自分の守護天使自分の天使ともっと会話しなさいっていう。あのー、天使って見えないから本当に信じられない人って多いとは思うんですけど、実はいて、いや、私も本当に信じてなかったので、天使なんているわけねえじゃんっていう、それぐらい神とか、私も全然そういうのを宇宙とか、 気持ち悪いとかそういうこと思ってたんですよ、本当に昔は。でも自分が本当にもういろいろあって、占いとかも大嫌いでな、占いとかで人生決める人っておかしいとか、絶対自分自身でしょとか、そういう、本当にそういうの行く人たじゃなかったんですけど、私も。でも本当にいろいろなこと起きて、ちょっとこのエンジェルカードに出会って、もう本当流れ的にここになっちゃったんですけど、やっぱり6年もこのカードをしている中で、 天使の存在を、なんていうのかな、無視できない、な、天使を、なん、なん、本当にもういるってしか思えないような、もう出来事とかもいろいろ起きちゃったんですよね、私の目の前で。本当に。なので、今はやっぱりもういるのは確実にもうわか、ちょっとね、周りからしたらちょっと宗教的な感じに見えるかもしれないです。その中で、 不安になる人ってやっぱりそういう天使たちのつながりを結構忘れてる人も多いんですよ。人間ってやっぱり頭の中で考えて不安になって、はこの先どうなるんだろう。でも、 結構そういう高次元の存在たちとのつながり、ま、ここエンジェルカードで言えば天使とかなんですけど、の存在もちゃんとこう信じながら、自分を守ってくださってるその存在を信じながら、その人、その高次元の存在たちの声声っていうか実際聞こえなくてもなんか感じたりとか、そういうエンジェルカードとかメッセージ受けたりもそうなんですけど、そういう者たちのつながりを大事にしていると、結構不安なく、 前に進めたりもするんですよ。だからもしかしたらこの5歳のママさんも、そういう高事件の存在たちとかの、まあ、エンジェルカードに興味があるっていうことではあったんですけれども、どっかでやっぱりカードだけじゃなくてもっとそういう自,自らそことなんか、なんていうのかな、つながれるというかコミュニケーションを取る時間とか、そういうのをもうちょっと取った方がより安心して迎えるそうですね。あ、この、 あのー、相談に対してテント頑張ろうかいさんから無理にスパルタになる必要はないっすよって、いいアドバイス来てますね。ほんとそうですよね。この5歳のママさんも、そう、どっかであのスパルタママ <laughs> になっちゃいけないって自分でわかっている文章ではあるので、もう一枚だけ行きましょうか。 B ポジティブとやっぱり忍耐今はどんなことが起きてもやっぱり何が起きても本当に穏やかでいるべきであと B ポジティブっていうかもっと自分に強くありなさいなのでだからあんまり周りを気にせず何て言うのかな自分を信頼してもっと自分のいい面 B ポジティブのカードを引きやすい人は自分自身に対して弱くなってる時なんですよ自分なんでとか恐怖を覚えたりとかだから自分のあー強さを忘れてしまってる時に出やすいので もうちょっとちゃんと自分っていうものを信じていい面とかいろんなそういうところに目を持っていったりするときっと不安とかもなく信頼して周りともこう周りがどうあっても自分とのバランスも良くなると思いますのでそういうのをされていくといいようです。でで途中であすいませんあのー リスナープレゼントの紹介をしていきたいと思うんですが、今月から始まったんですけど、あの、毎月一人にリンのリーディング、30分リーディングのチケットをプレゼントしたいですので、今月メールなどで、アネラタイマーてで、このリーディング希望プレゼントって、こう、電話番号とお名前を載せていただいて、 で、必ず FM コ田さんまで取りに来てくれる人限定にはなるんですけど、で、来週、あ、来週で、来月の毎月、あの、第1週目の木曜日に、あの、抽選して、それを番組で紹介しますので、あの、で、その後またちゃんと電話も、聞けなかった人に関しては、ちゃんと電話もして、あの、連絡はしますので、っていう形に毎月していきますので、ぜひぜひ、あの、もしリーディングに希望、興味ある方は、 ぜひぜひお待ちしております。と、えー、いうことで、えー、リスさんからメール来ております。政治をテーマ、社会性に目覚めました。新規のコーナー、これは素敵だね。お、ありがとうございます。では終わらないですよね。えっ、ー、と、んあんどこあごめんなさい、私、上から読んじゃいました。 前髪をどうした前髪をですね、あの、セットしてないだけです。サーモンかよ、サーモン、あ色ですかね、えっと、一番上、あの4通来てるんですね。大きな耳にハートのイヤリング、新コーナーで政治を切るコラムニスト、りんひめ、こんにちは。 私は朝から一睡もせずにシーラブだけをけなげに待っていた男、リヒちゃんです。前頭待望、そして天頭待望、リン姫のファッションチェックのコーナーです。イェーイジャスティースもう嫌だ <laughs> 言いたくないんだけど、かかるしたら言いたいんですよ <laughs> はい。あなた、お帰りなさい。今日もご、お仕事をご苦労様でした。お風呂にするご飯にするそれとも、ジャスティする <laughs> 今日は、イヤリングが可愛くて、紫のバッグもいい感じなので、77点です。次週はファッションチェック最終回です。ありがとうございます。毎週、ヒヤヒヤ、来週最終回なのかと、ヒヤヒヤ待つリでありますが、あの、私の今日の Facebook の、 写真が顔だけドアップで添付されてきてるんですけど、多分それの顔に対して、あなたおかえりなさい、どうするっていう顔だよねっていうのをきっと言ってると思うんですけど、そうではないです。<laughs> えっと、なんだろう、思いつかない <laughs>。 でも今日はちょっと結構良かったので、あ、なんかコメント来てますかね。ドラマしたって、あ、そうなんですよ。多分ね、多分あの顔に、リスちゃんのセルフはすごいって来てますけど、本当ですよね。なぜあんな文章が、 湧き上がってくるんだろうって、絶対、リッさんに、ライフパーパスカードとか引くと、大様、作家とか、ライティング、ライターとかって、きっとね、そういうカード出てくると思います。ぜひぜひ今度、リッさんの、リーディングさせてください <laughs>。はい。ジャスティスあってのファッションチェックです。じゃあ、やっぱり言わないといけないですね。山内さんは言わなくていいよとか言いますけど、あの、書かれてるとね、あの、言いたくなるんですよ。<laughs> いうこといじゃあ、あえっ、ー、と、他に相談メッセージは大丈夫ですかね。少しだけ時間ありますので、なんか、さっきの政治テーマだったんですけど、さっきライフパーパスからちょっと、あはあ、ごめんなさい、今出てきたカードが、ワイズソウル、賢い魂、あのー、もっと賢さ、その人の中の、 もっと古代から受け継あっれたそういう賢さそういうものをもっと出すといいっていうカードが出てきて。あ、ごめんなさい。もう一件来てるようですね。えっ、ー、と、質問、リーディング、FM コダに来ればできますかって。えー、あ、ありがとうございます。えっとですね、FM コダではできないんですけど、あのー、お店、うるま市江ノ美にありまして、えっと、まあ場所を、 この江ノビ入り口のバス停がすぐお店の斜め向かいぐらいにあるんですけど、で、えっと、問い合わせ先が08046997383あの、電話番号あ、電話していただければ、いろいろとまた、あの、そうですね、お店でもできますし、もしお店が希望じゃなければ、まあ出張とかもできはするんですけど、ぜひ一回問い合わせいただいたらまた、 あのいろいろと場所とかもお伝えできると思いますので。ということで、えー、今週も、電話番号、えっと、あ先ほど、あすいません、えー、すいません、もうラジオがさあのもう終わってしまいます今週も最後までお付き合いいただきありがとうございましたお相手はシーラブリンでした。 それではまた来週。来週のコラムもぜひぜひお待ち、あの、お楽しみください。<laughs> 噛んでしまいました。